リームウェブサイトをご覧の皆さん、パスケです。ボーカルの大和田夏樹と、キーボード成田羽田と、ギターの三沢雅弘と、ベースの辻野清志国です。よろしくお願いします。我々は10月18日に、はい、久しぶりのミニアルバムが出るということで、はい、タイトルが、今回はお隣さんという、はい、あれ。そうですね。本当にこう新体制のパスピエを、うん、ふさわしいというか、はい、いろんなタイプの曲が詰まった7曲入りのアルバムとなっております、はい、まあ、もうすぐ発売というかね、うん、いろんな発表もあったりとか、うん、皆さん気にかけてもらってると思いますけども、はい、アルバムぜひぜひ7曲すべてね、はい、楽しんでもらえたらと思っております。ぜひ聴いてください。よろしくお願いします。お願いします。でそのアルバム久々のツアーもあるということで、はいはい、今回は東名阪ですね、3カ所で行いますけれども、はい、パスピエツアー2017お隣さんのお飲み物ということで、はい、お飲み物、はいはい、やるみたいですね。懐かしいね。そうですね、はい、まあ、今回会場も、はい、今までとちょっと一風変わったというか、うん、11月ですね、10日金曜日に東京キネマクラブ、そして11日にもキネマクラブ、これ 2days ということで、はい、こちらも 2days 初めての試みです、はい、で15日には名古屋のボトムライン、はい、そしてファイナルが17日金曜日に大阪みそのユニバース3会場でやらせてもらうということで、まあ、ちょうどお飲み物が、ね、発売から5周年、はい、区切りの年にまあこうやってまた新たにミニアルバムが出せて、うん、せっかくだからねその2つに焦点を当てて、で我々としてもこう新体制でもあるし、うん、その過去と現在を遡ったり振り返ったりいろいろしながら、うん、新しいパスピエも楽しんでもらえたらいいんじゃないかなと思っておりますけども、大和田はどんなライブにしていこうと思ってますか。今回はその2つをうまいこと混ぜてちょっと不思議な世界に、不思議な、いやそんなことはないですあのパスペ4人になってあのワンマンライブ初めてなので、皆さんが見て納得できるようなライブをしたいと思ってます。はい、はい、では最後に締めの言葉というのがあるんで、それはうちのベース辻崎から締めの言葉ですか。それではパスピエでした。スクレー